なんで自分の国が滅びるのをパヨクとかねやるんだと、まあ、そう皆さんも思うかもしれませんよね私もこのあたりはよくわからないんですけれどもあの自分たちだけは生き残るつもりみたいですよだから今の日本を叩き潰してでシナの属国朝鮮の属国になった日本が自分たちはこう厚遇されるもんだと考えてるみたいですけれどもねだからシナ中共がチベットウイグルね 内モンゴルで何やったかっていうことを理解できないんですね、彼らは。オイグルではね、女性たちに不妊手術してね、で、その女性たちはテレビカメラの前で泣きながら笑ってですね、自分たちの意思で不妊手術受けました。何か言うと、シナ中共ではね、本人が仮にね、本当に不妊手術を望んだとしても、それを医者が平然と何万人もね、子供が産めないようにってことで子宮閉じちゃうんかいというですね、とんでもない国じゃないですか、これ。 で、チベットではですね、女性たちを暴行して、合姦して、で、子供を産ませるんですね。で、産んだ子供たちは全員シナ席になるんですよ。父親がシナ人だったらですね、シナの場合には不景社会ですので、シナ人なんですね。で、そのシナ人たちでもうね、チベットは埋め尽くされて、現在7割以上、もうだから純粋なチベット人というのが2割ちょっとになってるんですね。こんだけ恐ろしいことやってるのが、 シナ中共なんです。民族浄化っていうんです、これを。これは、あのナチス・ヒトラーでさえやれなかったことなんですよ。で、それを平然とやっているのがシナ中共なんですよね。もうだから、どんだけ恐ろしい連中かっていうことなんですよ。で、北朝鮮とかね、南朝鮮に至っては、平然と日本で悪さばっかりするでしょうに、ね。もう幼稚園児から、北朝鮮の方ではね、独徒の歌とか言ってですね、 竹島は韓国領土にだーと言って歌わせて、で、上朝鮮の方ではですね、日程36年が、本当は35年間なんですけど、計算ができないから36年なんですね、もう、シナ朝鮮、あるいはロシア日本を占拠した場合に、日本人に待ってるのはね、この世の生き地獄でしょうね、強制的に日本から連れ出されて、そして、 多分ですけど、吉林省あたりでね、強制労働にね、こう従事させられるんじゃないですかね。で、女性たちは全員強姦ですね。これは確実なんですよ。で、そういう社会を日本のパヨクが望んでるわけですね。国家に対する裏切りとかじゃなくて、民族に対する裏切り行為ですのでね、パヨクを物理的に排除しない限り、日本にはこう平和を訪れないということなんですよね。そんな悪意を持ったね。 外国人ばっかりなのかという人もいるけど、その通りですが、ね、これ別に日本の周りだけじゃなくてね、世界を見渡せば悪意でしかないんです。もう、世界っていうのは悪意の塊なんですね。で、そんなところに日本というこの閉鎖社会がいきなりドーンとですね、150年前に投げ出されちゃったわけですよ。投げ出したのが薩摩長州のこのクソバカ誰れもですね。で、それまでのんきにね、海を泳いでいたタゴ作たちがいきなりですね、 とんでもないこう荒海に叩き出されて、で、自分たちで泳げや、自分たちで何でもしろやと言われて、で、何もできないわけですね、うん。情けないやら何やらという感じですよね。これから先待ってる地獄に対して、国民自体が危機感を持てない、どうしても持てないんです。いくら言ってもね、日本人は、その危機感っていうものを理解できないんですよね。うん、仕方がないのかもしれませんけれどもね。 もう何千年とわたってタゴサクやってきた筋金りのタゴサクですからねその何千年にもわたってタゴサクやってきた民族に危機感持持ててと言わわれても持ちようがないわけですねだから姿形だけは現代風というかね綺麗なおべべを着てですねであのパソコンいじってるけれども中身はタゴサクですから国がねどん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 ね崩壊していくというですね まあこれもいつも言ってることではあるんですけれどもねニュースを見てるとね本当に毎日毎日ね日本がどんどん崩壊していくそのニュースばっかり流れてるんですね、でこれだけニュースが流れてるのに当の日本人が誰もねそこに危機感を持てないというですねだからね最後の最後の手段として日本はね体制奉還をすべきじゃないかとも。も 日本人に政治は無理だっていうことがはっきりわかってるんでね、もうアメリカ様に属州として迎えてくれとい、でその代わりね、参政権は必要ないから、とにかくアメリカの属州になってしまえば、少なくとも日本ではね、アメリカが守ってくれるわけですね、でその代わりに日本は参政権を持たない、ここまで行く可能性があるわけですよね、まあ、もちろんこんなね事態になってほしくはないんですけれどもね。